痛い。うわ痛い。もう選んで来てますね。来てる来てる。すごい動きが違いますね。動きがね、はい、痛いけど、はい、柔らかくなってるっていうか、なんか肉が伸びてるとか、はい、そうですね。今の痛かったな。なんだろう、それ。いった、それ痛いですね。なんで痛っ凝ってるからです、ね、凝ってるですね、はい、あ、痛いのがここ凝ってますね。本当です。ちょっと外に行ってたので。あ、来た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 、はい、来てますね。だいぶ違いますよね。本当に痛い、右はそうでもなかったんですけど。ああ、痛い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 。感じ。痛い。うえ。うっす。ああ。な。結構やっぱ今日左右差がありますね。ああ。します。気持ちいい。背面このぐらいで、はい、この顔向けですね。はい、じゃあ寝てください。はい、お願いします。お願いします。いつも仰向けで寝て、はい、こう腰にくるっていうか、はいはい、そうですよね。あの膝に枕を入れるようにしてるんですけど、とかしたいですよね。はいはい、大丈夫ですよ。あの、はい、あれなんですよ。寝返りを打たない癖があって、はい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 、多分すごい疲れちゃってて寝返り打てないんじゃないですかね。そうなの、何もしてないのに。おここね、これね、ここの、そう、あ、そうね、ここが、うん、はい、硬いから、まあちょっと腰が痛くなっちゃうんで、どうですか、スペースあります？スペースっていうか、ちょっととりあえず思ったのは、はい、左側の方が少し骨盤が高いですね、はい、ああ、なるほど。じゃあちょっとスペース上げていきましょう。そうですね。いい
痛とかありますか？結構辛い方ですね。辛い方やっぱり、はい、あのここ婦人科系なんですよ。あ、そうなんだ。方はそうなんですよ。そうなんだ。はい、だ綺麗な子宮ですねとは言われるんですけど、あの検診したところ。綺麗なんですね。うん、はい。そうなんだ、婦人科系なんだ、うん、さっき痛いって言ったとこ三陰交っていうツボですね。三陰交、はい、三陰交ってどこですか？ここです、はい、痛いと悪いってこと？まあ、あまり良くないところが痛いもんですから、凝ってるところが、はあ、そうなんだ。でもまあ割と多いです女性は今、冷えむくみがあるとですね。そうなんだ、はい、ちょっとやっぱり思ったのは、ふくらはぎ冷たいんですよね。あ、本当だ。はい、でも足はあったかいんですけど、ね、私ね、はい、結構暑がりっていうか、はいはいはい、あんま布団かけて寝ない、うん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 、お腹だけちょっと守っとこうみたいな変な、はいはいはい、なんですけど、はい、そうなんだ、本当だ、表面がね、うん、はい、裏、温度裏が結構冷たいかも、はいはい、あ、他の部分も肘とか、はいはいはい、だいたい冷たいですよね。そんなことない。いや、でも手とかはめっちゃあったかいんですよ、はいはい、そういうちょっと温度ムラがある方は自律神経が乱れている可能性が。そうなんだ、はい、うわ、よいしょ、巻きっていましたね、うん、すごい張ってますね。痛いですね。痛いですよね。痛いです。うん、痛いです。うわあ。すっごい硬いですね、ここ。大丈夫ですか、すいません。大丈夫です。はい、ですか、あの癖です。はい。絶対硬いです。ここの節です。うん。毎日ね、お風呂は入ってるんですけどね。あ、でも、はい、シャワーの日もあるけど、最近は、まあでもお風呂は結構使うようにしてるというか、うん、銭湯行ったりとか。あ、いいですね、はい、うん、銭湯だと広いからいいですよね、うん、銭湯で熱いお湯と冷たいお風呂に交互に行くのが好きなんですよ。あ、温浴でいいですよね、うん、最後水にしてますか？最後お湯にしてます。あ、最後水にした方がいいです。そうなんだ、はい、お、あ、子供も大人も、うん、まあそうですね。そうなんだ。あの体の作りとしては、はい、うん、水で締めた方が、うん、最後にこう毛穴が締まるので、熱が逃げにくいとか。あ、そうなんだ、はい、わ、結構冷えちゃうから、はい、最後あったかいとこ重して、はい、上がろうねみたいな。そうですね、もう暖かいので終わらせてしまうと結構毛穴が開きっぱなしになって、はいはい、むしろ冷えちゃうようなことが。冷えやすいみたいな。はい、わあ、勉強になった、はい、よし帰ろう。いや、すごいですわ、本当に。はい、そうなんだ、はい、っていうふうに、はい、ありましたね。ただ、まあ、中間さんの考え方みたいにあの、はい、やっぱりそういう中間さんがおっしゃるように、はい、あのせっかく温まってるんだから温まったままの方がいいじゃないかというふうに考える方もいるというか、うん、なんかちょっとその辺は多分全ての人にデータ取ることできないんで、あ、まあね、まあ、なかなかね、いろいろありますよね。そうなんですよ。だから、ほら、うん、風邪ひいた時に、あ、そうそうそう、風呂入った方がいいかとか、入らない方がいいとかね、なんか先生によってもいっぱい、うん、あ、そうそうそう、ね、人によって全然違いますよね、うん、内臓が温まってきた感じ内臓が温まる感じなんかアメリカとかだと運動しろっていうのみたいですもんね。日本だとおとなしく寝てなさいじゃないですか、ね、はい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 、安静にね、そう、でもなんか風邪ひいた時に動いて汗かいて、あの、まあ、それをきれいにすれば OK みたいな。あの、はい、いい表しを飲んで感覚、こう、はい、痛くもないし痒くもないしそうね、内臓が温まってくる感じ、はい、ああ、すごいな。
なんか動いてますね、音がね、してますね、うん、内臓が動いてる、うん、気持ちいいですよね、うやっぱ気持ちいい、誰でも気持ちいいところですよね、うん、いや、そうでもないですよ、すごい痛がる人もいますよ、あの、あれ、すねの、はい、外すねですね、あ、そうなんだ、はい、定番なのかと思ってた、気持ちいいところの、あ、いや、めっちゃ痛がる人もいます、痛いですね、硬いですね、痛い、はい、ちょっと叩きましょうか、木の音がいいですからね、硬いですけど左ほどじゃないですね、うーん、なんとなく私は右の方が硬いなって感じ、うん、感覚なんですけど、はい、そうなんだ、うん、あのさっきここ痛かったじゃないですか、はい、こっちでやった時、あ、痛くない、全然痛くない、痛くないですよね、うん、でも、うん、痛気持ちいいの部類ですよ、はい、あ、筋肉質な人の方が、うん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 、凝りやすいとかあります、ちょっと太ってる人の方が凝りやすいとか、太ってる人は冷えやすいですね、あ、筋肉質な人は、はい、あの、まあ、よく動かしてるので、うん、あの炎症があるような痛がり方ですね、筋肉痛みたいな痛い、はい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 、そうですね、凝ってる感じよりも、私どっちもあの筋肉質だし、はい、デブだし冷えてるし、はい、筋肉は、はい、筋肉使ってるところに関してはだから、うん、凝ってて痛いっていうよりかはなんかこう、あ、触られたら痛いみたいな、うん、あの使ったところだから痛いっていう感じになりますよね、響く、うん、あ、なるほど、気持ちいいですね、めっちゃいいそう、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。